今川義元の墓5月根流桶狭間、古戦場伝説地内桶狭間の戦いは、A63 年5月19日に、尾張国地多軍桶狭間での織田信長軍と、今川義元軍の合戦。2万5千人の大軍を率い、尾張に侵攻した、今川義元に対し、尾張の織田信長が本陣を奇襲、または、正面から攻撃し、今川義元を討ち取った。 戦後、東海地方を制圧していた、今川家が没落する一方を、織田信長は、尾張を完全統一した上機内制圧へと、対等するきっかけとなった。松平元康は、三河で独立を回復して信長と、清瀬同盟を締結し、これが、戦国時代の転機となった。15世紀末、駿河国の今川氏地下は勢力を拡大し、今川義元は、 するが、遠みに両国を形成する。また、海の国武田氏、ご法上氏と交渉、春三国同盟を締結。西方の三河は、尾張方面への領土拡張を図ろうとしていた。尾張国では主語柴氏の家臣で、清須を出氏の家老である、織田壇城忠家が成長。織田信沙田、織田信秀と二代にわたり、領土を広げた。今川氏は、 尾張の一部にも勢力を持っていたが、信秀は天文7年までに尾張名古屋城にいた今川氏豊を追放して城を奪い今川氏との対立が始まる。信秀は尾張東部と西三河をめぐり三河の有力黒人である松平氏とも交渉していた。松平清康は東尾張進行中に家臣に殺害され、 その子、松平広忠も創生して弱体化し、今川氏の保護下に組み込まれていった。このためを出氏と今川氏は、西三河と東尾ありで対峙することになった。天文11年の第一次小津坂の戦いでは、小田方が勝利したが、天文17年の第二次小津坂の戦いでは、今川方が勝利。翌天文18年には、今川方が、 織田方の三河進出の拠点となっていた安城城を攻略し、織田氏の三河進出は挫折に終わった。さらに、天文20年には、織田信秀が病没、後継の織田信長とその弟、信勝官で内紛が起こった。この結果、終わり、三河国境地帯における織田氏の勢力は動揺し、信秀の死に前後して、成る城。 笠寺城を守る山口京次が今川方に投降。加えて山口市の調略によって、尾張東南の大高城、く掛城の一帯が今川市の手に落ちた。この四条は尾張中心部と千田半島を分断する位置にあった。愛知溶水開通以前の千田半島は不毛地帯であった。千田は農業生産性及び兵員動員能力では、 終わりの数分の一以下に過ぎない。しかしながら、伊勢湾東岸を占める海運の用地であり、商業港である津島を支配し財政の支えとしていた、小田家にとって、重大な脅威となっていた。終わり西南の二の上城による服部ト貞ともさだが、今川方に組みしており、二の上城に近い蟹江城が、工事元年に今川方に攻められ、伊勢湾の政界権が、 徐々に侵略されつつあった。織田信長も今川市の進出阻止や逆襲に動いた。天文23年には、地田の領主である水野市を支援して今川方の村木取を攻め落とした。笠寺城を奪還したほか鳴海城の周辺には丹下取前生寺取中島取を、大高城の周辺には丸根取で。 鷲津砦を気づくことで圧迫し、白相互の連絡を遮断した。終わり東北では、英六元年から2年、松平、今川氏が抑える品濃城を攻めたが、ダッシュはならなかった。英六3年5月12日、今川義元は大軍を率いて、終わりを目指し、靴掛け城に入った。今川軍は、翌5月18日夜、 松平元康が指揮を取る三河勢を先行させ、大高城に兵糧を届けさせた。一方の織田田は、軍議したが信長は雑談するばかりで、重臣は、運の末には、知恵の鏡も曇ると引き去った。信長後期天理本では、清洲城に老城王との過労衆の震源を乗っけ、信長は、国境での迎撃を採用したとする。 翌5月19日3時頃、松平元康と、朝比奈康康康は、小田軍の丸根取りで、和室取出に攻撃を開始する。前日に、今川軍接近の方を聞いても動かなかった信長は、この方を終えて飛び起き、和若、舞、厚森を待った後に、出陣の身支度を整えると、明け方の午前4時頃に、居城の清洲城より出発。 古障州合機のみを連れて出た信長は8時頃、厚田神宮に到着。その後、軍勢を集結させて、厚田神宮に戦勝祈願を行った。10時頃、信長の軍は、鳴海城を囲む砦である、全勝寺砦に入って、およそ2000人から3000人といわれる軍勢を、整えた。一方、今川軍の先方松平隊の猛攻を受けた。 丸根取の小田軍500人余りは場外に打って出て、白兵戦を展開、大将の佐久間森重は打ち死にした。鷲津取では牢城戦を試みたが、飯尾帝壮、小田秀俊が打ち死に、飯尾小生は敗走したが一定の時間稼ぎには、成功した。大高城周辺の制圧を完了した今川軍は、吉本率いる本隊が、靴掛け城を出発し、 大高城の方面に向かって、西に進み、その後進路を南に取った。美州桶狭間が戦勝後頃中島取りでの前衛に張り出していた、笹正次千秋白浦三十余りの部隊は、信長出陣の方に行き上がり、単独で今川軍の前衛に攻撃を仕掛けた。しかし逆に、笹千秋らが撃ち取られてしまう。吉本は、丸根、 和室両取りでの陥楽に加え初戦でのこの勝利に喜び歌いを歌わせた。13時頃、視界を妨げるほどの豪雨が降る。信長後期には、石水混じりと書かれているため、氷だった可能性がある。織田軍はこれに乗じて、兵を進め、吉本の本隊に奇襲をかけた。または、信長は、あの武者は、疲れた兵と、敵軍が見えていて、今川方も、 中島取り出からの信長の進軍を見ていて、奇襲ではなく雨も止んでからの正面から進軍しての戦闘だった。今川軍の総勢は2万人であったとされるが、当地は今川方からすれば支配地ではないためその中に平坦維持のための二打兵などが多分に含まれ、加えて今川方は兵を分散させていたこともあり、吉本を守る。 実兵力は五千人から六千人に過ぎず、双方の戦力が拮抗した結果、対象同士が勝ちチ,チになって、闘争を振るう乱戦となった。信長講義によれば、吉本は腰を捨て三百機の新衛隊に周りを囲まれながら、牙で退却しようとしたが、度重なる攻撃で周囲の兵を失い、ついには、信長の馬回りに追いつかれる。吉本は、 はっとりはじめ中を返り討ちにしたが、毛利によって組み伏せられ、討ち取られた。水野勝成覚書の伝聞によれば、吉本は首を打たれる際、毛利の左指を噛み切ったという。総大将である吉本の戦士により、今川軍は戦意を喪失し、合戦は織田軍の勝利に終わった。江戸時代に書かれたと見られる、名古屋市。 長福寺所蔵の桶狭間合戦打辞に者所蔵によると、今川方の戦死者は2753人、小田方の戦死者は990人余りだった。また、所蔵によると、大見国佐々木方が小田方に参戦しており、援軍の死者は小田方のうち272人を占めたという。今川家の実質的な当主の今川義元や松井、宗信、熊本衆。 いい直お由井正信、一宮秀ぶ、神原の徳などの有力武将を失った今川軍は、浮足立ち、残った諸隊も駿河に向かって後退した。水軍を率いて、今川方として参戦していた、尾張屋富の土豪、服部友貞は撤退途中に、熱田の焼き打ちを企んだが、町人の反撃で失敗し、回路敗走した。大高城を守っていた。 松平元康も、戦場を離れ、大樹寺に身を寄せるが、ここも取り囲まれてしまう。前途を悲観した元康は、祖先の母前で切腹して果てようとした。その時、当時十三代住職、昇る誉れ天室が、エンリエドゴングードを解き、元康は、切腹を思いとどまった。そして、教えを処した旗を立て、自相と共に奮戦し、老党を退散させた。 以来、元康はこの言葉を馬印として掲げるようになる。こうして元康は、今川軍の城代、山田景高が捨てて逃げた三河岡崎城にたどり着いた。終わり、三河の国境で今川方に着いた諸城は依然として、織田方に抵抗したが、織田軍は、今川軍を破ったことで勢いづき、6月21日に、二掛城を攻略して、 近藤影春を廃止に追い込むなど、一体を一挙に奪還していった。しかし、鳴海城は、上昇、岡部元信以下が踏みとどまって、頑強に抵抗を続け、ついに落城しなかった。元信は、織田信長と交渉し、今川義元の支給と引き換えに会場駿河に帰る途上にある三河刈谷城を攻略して、水野信鹿を討ち取った。 信近の兄の水野信元は直ちに刈谷城を奪還した上、以前に今川に攻略されていた重原城も奪還した。一連の戦いで西三河から尾張に至る地域から今川市の勢力が一掃された上、別動隊の先鋒として戦っていたため難を逃れた岡崎の松平元康は今川市から自立して松平市の給料回復を目指し始め、この地方は、 織田信長とも豊やの拡築の場となった。しかし元とは、吉本の後を継いだ、今川氏真が吉本の仇だうちの出陣をしないことを、理由に、今川氏から完全に離反し、永六五年になって、氏真に、無断で、織田氏と交和した。以後、公然と今川氏と敵対して、三河の統一を進めていった。また、信長は、 松平氏との講和によって東から攻められる危険を回避できるようになり、以後は、美濃の斎藤氏との戦いに専念できるようになり、急速に勢力を拡大させていった。桶狭間合戦では吉本本隊の主力に、駿河、東東海の有力武将が多く、これらが多数撃たれたこともあり、今川両国の同様と信長の台頭は、地域情勢に多大な影響を及ぼした。 交渉、春三国同盟の一角である、今川家の当主が打ち取られたことで、北条家や武田家と敵対する勢力、とりわけ、越後の長尾景虎を大きく勢いづかせることとなり、大田助政や勝沼信元らが反乱を起こすなど、関東諸公の多くが謙信に組みし、小田原城の戦いや、第四次川中島の戦いに繋がっていった。さらに甲斐の武田氏と今川氏は、 関係が悪化し、A61 年末には同盟は手切れとなり、武田氏による駿河今川両国への侵攻が開始される。信長と武田氏は、A6 初年頃から外交関係を持っており、武田氏は同盟相手である今川氏の指摘であった信長と距離を保っていたものの、A68 年頃には信長幼女が、信玄聖主の武田勝つよりに嫁いでいるなど関係は、 良好となった。以後、信長と武田氏の関係は同盟関係に近いものとして、武田氏の正常作戦で関係が手切れとなるまで地域情勢に影響を及ぼした。小田軍本体丸根取りで和室取りで善寺取りで丹下取りで中島取りで今川軍駿府城、留守居本体本体先発隊丸根取りで攻撃隊、和室取りで攻撃隊鳴海城大高城く掛け城。 清洲方面展開桶狭間の戦いの経緯は、上述の通りであるが、合戦の性格や実態については不確かなことも多く、様々な議論を呼んでいる。今川氏には、下戦団編成の実態を知る、文言庁、軍役庁が伝存しておらず動員可能兵力を、想定することは困難であるが、信長後期においては4万5千、尾瀬保安の、信長期には、 数万期と記し、その他広大の編纂資料においては、紅葉軍艦には2万余り、武功はには3万有余、徳川三木、武徳編年修正、創建記などには4万余り、海星三河あと冬時は、信長後期に基づき4万5千、絵本大後期には5万余といった数字を記している。近年まで影響力があったのは、第二次世界大戦前の帝国陸軍参謀本部、 変算、日本戦士おけはざま役にある2万5千であるが、近年には、大田光明、橋場実月など、対抗検知による、近世諸島の今川領の総国高をもとに、2万5千でも、多すぎると異論を唱える論者もいる。また、戦国大名の軍事行動においては、対外勢力への備えとして、愛備え衆を残存させることが、一般的で、 実際の合戦における兵力は、最大動員可能兵力より少なくなる点も、留意される。しかしながら、今川は、甲斐、信濃の武田氏伊豆、相模、武蔵のご法上氏とは同盟関係にあり、一方で、織田は、美濃の斎藤とは敵対関係にあったため、この面では、今川にとって情勢は、かなり有利であった。それに加えて、駿河、東東美、 三河の三国のほか、尾張の南半分を抑えている今川は、尾張の北半分を抑えるに過ぎないようだとは、隔絶した差があったように思われがちである。ただし、上述の通り尾張の南半分は、北半島の不毛地帯であり、逆に、尾張の北半分は、農美平野の国草地帯であった。実際には、その支配領域から想像されるほどには、農業生産性、 ひいては動員化の応兵力に差があるわけではなかった。しかし、尾張の国力を信長の動員力と考えるのは適切ではない。信長が同族を平定し、自らが擁立した尾張リ守護、柴義銀を追放して、尾張国の国主となったのは、桶狭間の戦いの前年に過ぎない。本葛戦で、信長に従って戦ったのは、従来からの家臣たちであり、 終わり統一の過程で、信長家臣に組み込まれた者や、国人、豪族たちは戦況を様子見するか、服部り党の服部友りと貞のように、今川方についた。このことからも、信長の動員力は、非常に限られたものだったと考えられる。いずれに西洋上記にあるように、吉本の周辺にいて、信長軍に直接退治した兵力はせいぜい多くても五千人、程度であり、 二千人の精鋭を引き連れた、信長軍と比べてそう大きな相手というわけでも、なかった。もちろん信長の引き連れた二千人も、その当時に、信長が動員できる、全兵力ではなく、一部に過ぎない。武田、北条の援軍は加勢していたか、今川義元は、武田信玄、北条氏康との間で、交渉、春三国同盟を結んでおり、軍事同盟である以上、 吉本の対応打戦に武田氏や北条氏がどう対応していたのかという問題が浮上してくる。その中で丸島和弘は東洋軍艦における桶狭間の戦いの記述が品質詳細であることに注目している。加えて桶狭間の戦いから1ヶ月後の6月13日付で、 武田信玄が岡部元信に書状を送り、その武勇を称えると同時に、氏真に対する名人の残言があることを有料する内容となっていることを指摘し、桶狭間の戦い直後の今川家中で、武田氏に対する不満が高まっていたのではないかとしている。丸島は武田氏が今川軍に援軍を出すなどの支援行為を行っていたものの、 桶狭間の戦いにおける武田氏の援軍の働きぶりに戦後の今川家中において不満や不信感を抱かれたのではないかと推測している。保安信長期以来長らく定説とされてきたところによれば今川義元の終わり進行は上落、すなわち京都に入って室町幕府の政権を掌握するためだったと考えられた。 幕末編さの軍記者の栗原信光の重州進化期待後期にも吉本上落の記述が見える。歴史家高柳光獣がこれに疑問を示し、今川氏は小田氏と三河をめぐり争い続けて、終わりも視野に入れ、吉本が今川家家督を継承してから三河で全身的に勢力を広げる戦いを繰り広げて、ついに三河を占領できたので、さらに、 尾張の支配地域を大きくするため信仰したと指摘した。尾張は今川一門今川中州の守護人国であり、末江の今川名護の氏が名古屋城を構えていた。吉本の末弟である今川氏豊は、この今川一門の家の血縁が絶えたので、送り込まれ、家を継いだ。名古屋城は織田に奪われ、そこで信長は生まれた。吉本の置かれていた状況は、 後の織田信長などとは大きく異なるし、信長以前には戦国大名が天下人を意識したり目指していない。吉本が永六二年に発行した出陣準備の文書にも上落の文字はない。また途上の六角氏は桶狭間の戦いで逆に織田信長に味方した資料が発見されている。信長は後に足利将軍家の足利義明を報じて慶周辺と、 機内の支配や地方大名の紛争を調停する、室町幕府の伝統的な連合政権を形作った。信長本人が天下人となるのは、義明と紛争になり追放してからである。また、甲斐の武田信玄は、元気年間に、信長、徳川家康と敵対し、藩信長勢力を迎合した、将軍義明にこうして、大規模な塔見、 三河侵攻を行っている。正常作戦は、従来から上落意図の有無が議論され、近年は、前段階の駿河今川両国侵攻も含めて、武田氏の軍事行動が、中央の政治動向と連動したものであることが、指摘されている。だが、信長以降である。当時の終わり三河国境地帯では、今川軍が、終わり側に食い込んでいて優勢ではあったが、 最前線の鳴海城と大高城の二条が、小田方の城塞によって包囲されて、危険な状態であった。したがって、実際には、領土紛争の一環として、この二条を救出しようとしたか、より大胆な意図があったとしても、せいぜい、終わりの脱出程度が自然とするのが現在では、定説となっている。久保田秋は、今川市発給文書を分析して、 東三河の密度の濃さに比べて、西三河は密度が薄いとして、永禄三年の出陣は西三河の確保が目的とする。埋め立てが進んだ現代に比べて、当時は海が内陸に食い込んでおり、大高付近は船着き場でもあった。今川家は、尾張での領土の確保、拡大だけでなく、東国と西国を結ぶ交易ルートであった伊勢湾の、 支配をめぐりおだけと、類代構想していたとする研究も目立つ。大石安氏は、上落説は成立しがたいとした上で、非上落説を以下の6つに分類している。終わり攻撃説伊勢、島制圧志向説終わり方面領土拡張説旧名古屋今川領奪還、回復説なるみ城、大高城、靴掛け城封鎖解除、確保志向説三下は、 終わり国境の安定仮説その上で、大石は2.34は裏付けとなる資料が、不足しているために安易に肯定はできず、1.56はいずれも関連付けができるためにあえて一つに絞る必要はない、との見解を述べている。また小林正信は、吉本の出兵を、小学坊を衰退した三国同盟による、室町幕府に対する挑戦とであったと捉え、 上洛目的説を改めて提唱した。将軍、足利義輝を支持する長尾影虎が信長に続いて1559年に上洛したことにより建成された吉本の出兵は1年遅れ、迎撃準備を整えた信長により廃止その後の影虎による関東出兵も三国同盟に対する幕府の報復であると位置づけた。 桶狭間の戦いの本戦についても、根本的な、どこで、どのように行われたかという点において、議論となっている問題がある。桶狭間の戦いの経緯については、大田牛一、信長後期、または、信長後期を客色したオゼ、尾瀬保ン信長期において、具体的に著述されているが、双方の記述には、多くの相違が見られる。一般的には、 信長後期が、記録性が強く、信長期は、保安自身の主観による改ざんが見られ、資料価値は低い。合戦上、桶狭間山,山の位置ははっきりとはわかっていない。延長2年の大脇村江図において大脇村と、桶狭間村の境に図示され、天明元年の落合村江図において、 落合村と桶狭間村の境で前述台脇村絵図のものよりやや南に下った山として示されている。一方、江戸時代に描かれた桶狭間の戦いの合戦図の中には、今川義元の本陣所在地として、江戸時代当時の桶狭間村のあたりにあるお顔図ししたものが見られる。 こうした絵図の中の、桶狭間山,山が十六世紀の大田牛一致の認識と一致しているかは明らかではない。桶狭間は、慶長十三年県地で存名となっている。なお、おぜ、保安、保安信長記には、今川義元が撃たれた場所は、ラガ狭間であったと記されていて、江戸時代に出版されたので広がったが、客色であり、資料的には信頼性がなくなっている。ラガ狭間は、 大技で、その初見は、寛永元年、山積栄流、桶京化戦期でそれ以前にはない。奇襲、どのように、すなわち、桶狭間の戦いの本戦の様子については、大よそ以下の三つの説にまとめることができる。今川軍が警戒している、正面以外を迂回した、織田軍が奇襲に成功したとする、迂回攻撃説と、今川軍が、 織田軍の接近を認識していても敗北したとする、正面攻撃説、両方の要素があるとする、別道大説である。迂回攻撃説、正面攻撃説、別道大説、迂回攻撃説は、江戸時代初期のオゼホ案作である、信長記で取り上げられ、長らく定説とされてきた説である。これに対し、正面攻撃説は信長に使えた、 大田牛一の手になることから信頼性の高い、信長後期に基づいており、また、信長後期の記述は、信長期と大きく食い違うことから、迂回攻撃説には現在では、否定的な見解が見られる。迂回攻撃説では、前提として、今川軍がネ砦、丸根取りで、和室取りでを陥落させて、勝利におごて油断していたとされる。 正面攻撃説を取る者も信長があらかじめ情報をよく収集して今川軍が油断しているところを吉本の首のみを狙って一挙に仕掛けたのだというような見解を述べることがある。例えば、信長後期には今川吉本の塗り越しも捨て崩れ逃れ蹴りという記述があるが総対象の目印となる塗り越しが吉本のそばに置いてあったのだから つまり吉本が奇襲を全く予期していなかったのだという見方がされる。油断した大軍に決死の山め勢が突入して撃破するという構図は劇的でわかりやすく、また桶狭間の織田方の勝利の要因を説明しやすい説と言える。これに対して今川方が油断していたと明確に伝える資料は同時代のものが少なく根拠に乏しい。 常識的に言っても合戦になれた、当時の武将たちの一人である、今川義元が、そのような致命的な油断をするとは考えにくいという、反論もある。例えば、大久保忠敬の、三河物語では、義元が、桶狭間山,山に向かってくる小田勢を確認しており、北西の方角に守りを固めていたということも、書かれてあるように、同時大臣には、今川方が、 必ずしも油断して、奇襲を受けたとは思われていなかったことは指摘できる。また、織田軍の奇襲成功の要因として、今川軍の情報を織田信長があらかじめよく収集していたという見解は非常によく見られる。その根拠として有名なのが、織田信長が桶狭間の戦いの後の論功交渉で、吉本の首を取った毛利晋介ではなく、 今川軍の位置を信長に知らせた柳田聖光が軍港第一とされたという信長祈祷における逸話である。この見解は信長が戦争における情報の重要性を非常によく認識していた証拠として挙げられ、信長の革新性を示すエピソードとしてしばしば語られるところである。しかしながら、信長後期の記述を全面的に採用する証明。 攻撃説の論によれば、信長があらかじめ情報を収集していたという、見解にも無理があることになる。これによれば、すでに触れたように、今川軍が油断して守るに固い場所で、休息していたとする前提が成り立たない以上、吉本の居場所が一定している保証はなかったはずである。何より、信長後期によれば、信長自身、中島取りに入ったところで敵中に突出することを、 イめる家臣に向かって、敵は、丸ルネ、ワシズを攻撃した直後で疲れ切っているはずであり、戦場に到着したばかりの新手の織田軍が仕掛ければ、たやすく打ち破れるはずであるという趣旨の発言をしている。この記述を素直に信じるならば、つまり、信長自身は、 桶狭間に発見した敵の軍を、靴掛け城から出てきたばかりの敵本体だとは思わず、大高城から出撃してきた敵軍の先方隊で、あろうと考え、これを一気に打ち破って、ともかく劣勢を覆そうとしていただけだったということである。すなわち、信長後期を全面的に論拠とする立場によれば、結局のところ織田信長が一時の形成逆転を狙って仕掛けた攻撃が、 偶然に敵本体への正面突撃となったということになる。一方、この説を考慮に加えて、今川方の条件を考察すると、そもそも今川方は油断していたかどうかに関係なく、この戦いにおいて、非常な悪条件が重なってしまったと考えられる。二日城から出てきたばかりの時点ならば、体形も整っていなかったはずで、 十分に準備を整えた新手に猛攻を受けたと、するならば、大混乱に陥り、回想することはあり得る。すなわち、桶狭間の戦いは、今川軍にとっては、不規相偶戦であったと思われる。さらにこれに、戦闘前後の偶然の雨天と、地形が窪地あるいは丘陵であったために混乱すれば、本体が撤退しにくい、などという条件が重なる。つまり、 信長から攻撃を受けて、今川勢は、混乱をきたし、そしてその混乱は一時撤退して立て直せば十分に、収集が可能だったのであるが、それを行う間もなく、運悪く、今川義元本人や今川の有力家臣が、撃たれたということである。以上の論点により、信長の奇襲とは、地形的に選択され、計画的に行われた奇襲ではなく、 タイミング上の奇襲であった、あるいは偶発的に奇襲になったのではないか、という解釈になる。このように、信長後期を全面的に依拠する論によれば、桶狭間における織田方の勝利は、様々な条件が重なってもたらされた成功ということになる。また、現在でもよくわかっていないことであるが、信長後期によると、信長本体から笹早とと、 千秋白浦300人ほどの足軽隊が本戦前に今川軍に攻撃を仕掛けて敗退したという記述があり、これが何を意味するのかはまだ確定されていない。小和田哲夫によれば、信長本隊の動きを今川軍に分かりにくくさせるためのおとり部隊で、鳴海城をこの部隊に攻めさせて、信長軍は鳴海城を攻めると今川軍に思わせるための部隊であるという。 また当時の合戦では、よくあったことだが、単に戦場に到着した、信長の前で手柄を挙げるために、独自の判断で抜けがけを行ったとの説もある。ちなみに、この舞台の中に若き日の前だとしいえもいたとの説も、あるが、定かではない。柳田では守るの手柄上記の通り、柳田では守るの情報をもとに奇襲作戦を行ったという説には、疑問が持たれている。また、 最初から、奇襲作戦を行うとすれば、あらかじめ綿密な作戦を立てているはずであり、今川軍が休憩中、行軍中のどちらであっても奇襲は決行された、はずである。そのため、今川義元の休憩場所を通報した程度で、訓港第一になるのは過小と言える。しかし、そもそも柳田では守るが、訓港第一になったとする記述は資料には、存在していない。 それどころか、敗者である今川家には、この前後の感情が残るが、勝者である小田家には信長からの感情が存在していない。柳田では守るの訓功第一という表現に比較的、近いものは、小瀬保安の信長や武家、部下時期にある、毛利義勝に勝る主君とされた年その報酬として、靴掛けを配慮したとする部分であり、訓功第一というのは、 桶狭間の戦いの後、それまで今川氏の領有であった靴掛けを、柳田では守が配慮したという事実から、後に行われた小説的解釈である。他に、柳田では守が合戦前に偵察や地形の調査を行っていたとも言われているが、確実なものとはされていない。現代では、竹岡厚彦が、 軍事研究家の観点から詳細に構想しているほか小和田哲夫が、靴掛けの土豪である、柳田では守るが、地形などを把握していた可能性に言及しているが、これらにも、資料的な裏付けはなく、柳田氏の本領は旧つであるとする説もある。武田鏡村は、合戦の際には、双方にいい顔をするのが、地域小土豪の知恵とし、 吉本本体の場所を土豪が通報した相手として、柳田の名を出している。また、中島取の軍議で出撃に慎重な家臣が、大勢を占める中で、柳田だけは、作戦結行を強硬に主張して、家臣団の消極論を封殺したとする説もある。だが、これも戦記物のような本には登場するものの、資料には見受けられない。資料に残る事実は、 桶狭間の戦い前までは、今川氏領有の靴掛けが、この戦いの後に、柳田氏に配慮され、その領地になったということだけである。靴掛けを配慮するような手柄を立てたことは確かで、あるが、それが、どのような手柄なのかは分かっていない。史実について諸説あるだけでなく、創作での描かれ方も様々である。ありがとうございます。